どうもマセキの赤崎とエルカブキのエルウダです。はい、どうもネロイナイシです。ということでね、はい、長男離婚、元高親方困ったというニュースですね。あら、これはドミノ式ですね。大相撲の元高野川の親方の花田浩二氏が、と、元フジテレビアナウンサー河野恵子さんの長男で、靴職人の花田雄一氏が離婚していたことが12日分かった。周囲の知人は正式に離婚が成立したと聞いていますと話すより、12日にニュースサイトデイリー新潮も報じたということで、河野恵子さんから河野太郎さんまで忙しいですね。河野家も花田家も大変だけど、河野家も大変だけどね。はい、後に続けてよ、大変ですよ。雄一さんはですね、元幕内藤野氏ですかね、藤野氏の陣幕親方の長女と結婚したが、今年8月には別居が報じられ、9月には不倫疑惑が浮上するなどスキャンダルが噴出。高校卒業後にイタリアで修行を積んだという靴職人の仕事ぶりをめぐっても、客から注文した品が届かないなどの苦情が上がっていると報じられていた。なおとか分かりませんけども、まさに足洗ってこいと言ったところですか。靴だけに片方しか靴作れない。いやね、2つで1つみたいなことができなくなってた精神状態なんじゃない。怖えやつの絵みたいなことやんないでほしい。雄一は2016年から貴乃花の息子としてバラエティ番組などに出演、翌年8月から恵子さんの知人の芸能事務所に所属していたが、雄一氏にトラブルが続いたこともあって、今年9月に解雇された。結構テレビ出てたっぽいけどね。こんなさ、一家族深く掘られてるやつもいないな。本当だね。ビッグダディ以来ですか。ビッグダディはもうちょっとね、ジンギスカン屋とかおったんでいればいいんだよね。花田氏は本氏の取材に困ったものです。別れた義理の娘はこれからも私の娘だと思っています。その気持ちは向こうのご家族に対しても同じです。義理の娘はそのご家族を今まで以上に愛する気持ちでいますと。まさに、どうですか。ヘブライ語でもやっぱ義理の嫁って言われてる。相撲ってヘブライ語ってちょっと前に言ったら、貴乃花の怖い記者会見、誰が覚えてるんですか。覚えてないですから。ヘブライ語でも、なんて言うんですかね。そしてね、年間トースポプロレス大賞はなんと今日発表されたということで、いいですよ。すごいですね。年間トースポプロレス大賞。MVP に棚橋宏。4年ぶり4度目ということで。すごいですね。もう鬼達也は7年ぶり7度目復帰で。いや全然違う。棚橋宏。真逆で。4年ぶり4度目。真逆で。真逆ですよね。すごいね、棚橋選手は。足洗ってもすぐ汚しやめてるんだよ。いや、鬼だしね。棚橋さんのね、トークライブの前で昔させてもらったことあってね。ありましたね。感動したのは、1995年の新日本プロレス対 UWF インター。ああいう格闘系プロレスみたいなのってどう思うんですかって俺、棚橋さんに裏で聞いたことあって。ああ、そうなんだ。なんでかというと、棚橋さんは今のプロレスをアメリカンプロレスとか、こう、割とこう、なんていうのかな。武藤さんのね、あの寄りの感じですからね。だから聞いたときに、俺は、ありって言ってましたね。棚橋さん、あれはあり。っていう、格闘スタイルも OK。やっぱ猪木をこう、否定した男ですから。もう、ありをありってダジャレで言うの、猪木しかいねえから。他にいないだろ。ああ、そうですよね。そして新人賞に林下歌美さんと、ビッグダディの、今日ビッグダディの話題2回目ということで、今もう流行ってんだろうね。いや俺らの中でしか流行ってないのに世間がもうビッグダディがまた気ぃつけて、いやビッグダディのね、自伝みたいに読んだけど、自伝っていうのかな、タレント本、最後ネズミ先輩との対談が載ってて、これ誰が買うんですかってネズミ先輩が最近言ってた。素晴らしいよね。マッチメーカー優秀です。マッチメーカー優秀ね。優秀ですよ、マッチメーカー。全然本を売る気がないんだもんね。自分の好きなことをやっていくと。自主出版なんですか。違うだろ。にしちゃいいあれだったけどね。好調だったけど。あ、そうですか。そして東京オリンピックボランティア名称の候補を発表ということで。ボランティアって使わないんだって。なんでか知らないけど。なんでだろうね。ボランティア、イメージが悪いのかね。そうなんだね。やっぱスーパーボランティア小畑さん怒ったからですかね。流行語大賞ノミネートかなんかも、あれ、辞退したんだよね。ああ、そうなんだ。本を作るって言われた時も辞退したし、なんか、それ目立つためにやってるわけじゃないと。筋通ってますね。筋通ってますよ。これがね、オリンピック・パラリンピックのボランティアの呼び名が4つに絞られた。11日に発表されたのは大会運営に携わる大会ボランティアと駅での案内などを行う都市ボランティアの呼び名の候補4パターン。フィールドキャストとシティキャスト、ゲームズアンカーとシティアンカー。何言ってんですかね。ゲームズフォースとシティフォース。いいね。シャイニングブルーとシャイニングブルー東京。昔の歌謡曲みたいな。いや本当ね。シャイニングブルー東京ね。男女のラブゲームの時にありそうな。なんとかブルー横浜ってあったよねみたいなね。すごいですね。これなんだろうね。これね、すごいフィールドキャストってなんかいいよね。なんかさ、なんかセガの新しいゲーム機みたいな。ドリームキャストみたいな。乗れないな。また失敗しちゃうぞ。ねえ。キャストっつうのはなんかあれなのかね、ディズニーランドの人キャストじゃん。ああいうなんか夢があっていいかな。だからなんかね、それだと普通に金発生するから分業みたいに聞こえちゃうからな。そういう意味なのか。ボランティアじゃないよってことなのかな。ボランティアなんでしょ。無償でやるんでしょ。でもなんかいいよね。だからどうせ小畑さんはスーパーシャイニングブルー東京になるかもしれない。東京じゃないの。70ぐらいの時だから。スーパーシャイニングブルーでです。東京ね。東京シャイニングブルー東京。気狂っちゃったね。スーパーゲームズアンカーになるんですよ、ね。スーパーゲームズアンカー。すごいね。なんかね。どうなんのかね。なんかやっぱなんかあんまセンスが。なんかたまにさ、お笑いライブなんか俺ら出させてもらうとさ、スタッフさんがさ、ボランティアなんですって、あれどういうお金が発生しないって意味なのか、呼び名なのかわかんないけど。ボランティアって。なんか、あれでも名前あってもいいのかもしれないね。ライブ。まあライブスタッフか、普通は。ライブスタッフ。でもライブスタッフって言ったらやっぱお金、ギャラっていうかね、バイト料確かに発生するぞ。無償ですみたいな人がたまにいてびっくりしたんですけどね。もしかしたらもう全部シャイニングブルー東京になるかもしれないですね。全部ね。本日、このライブをお付き合いしてもらいますシャイニングブルー東京の渋谷真美です。なんで誰だよ。誰実在するお世話になってる人の名前出したんだよ。誰だよじゃないよ本当に。ねえ。はい、そんなね、シャイニングブルー東京のねちょっとこう反対のニュースっていうんですかね。トロサーモンさんの写真が。県選官が差し替え苦情続々ということで、県選官宮崎県選挙管理委員会、知事選の選挙広報や新聞広告に掲載予定だった、宮崎県出身のお笑いコンビ、トロサーモンの写真を別の写真に差し替えた。おー、そこまで波及してんの。だからもう響さんじゃないですか今多分。響さん宮崎なんで確か本当にラーメン屋のね。だからね、今こそ久保田さん言ってほしいですね。どうですか。なんだよ。どうですかね、誰に謝ってんだよ。恵美子に。なんで花田美恵子じゃないです。すごいね。でもまあ確かに選挙のポスターと、にあったら確かにちょっといじられるもんね。ああ、ちょっとかわいそうだよね。だから正直周りのさ、その取り上げている人たちの温度によるじゃん。はいはいはい。これのって別にこれ取り上げなかったらこういうのありましたよってさ、で終わっとけばもうこんな騒がれてないでしょ。まあ確かにね。味がすると判断されるときついね。炎上しちゃってここまでの問題になっちゃったからってことですかね。なんかね。まあなんかうまくいくんじゃない？来年あたりこれネタになってんじゃない？まあ確かにね。スーパーシャイニングブルー東京からスーパーマラドーナまで今日いろんなお話してますね。ねえ。スーパーボランティア小畑さん。スーパーマラドーナ竹内さん。なんか似てますね、響き。マラドーナ竹内さん。スーパーボランティアおばたさんは子供を助けたでしょ。スーパーマラドーナ竹内さんはおばあさんに噛みついた。おばさんに噛みついた。おばさんに噛みついたと。偉大な人なんね。さっきセガのゲームみたいなんて言いましたけど、上沼恵美子さんたまにキングボンビーに出る時もありますよね。桃太郎伝説。メイクが白い。メイクが白いということ。同じメイクさんなんだ。いや、誰とキングボンビーメイクさんねえだろ、ゲームのキャラだから。ねえ。そしてね、イケてるハーツ。新メンバーが活動開始前に脱退。イケてるハーツアイドルグループ、イケてるハーツの新メンバーとして、今月1日から活動開始予定だった黒宮アロマが活動辞退していたことが分かった。誰だよ。公式ブログ。誰だよ。12日発表された。誰いや、イケてるハーツの興味があるはさんですよ。知ってる。大変なんでしょ、大変なことになってるでしょ、名前だけであれじゃないのよ。遺跡かもよ。スーパーシャイニングブルー東京や。記事読めよ。いや、11月末に急に連絡が取れなくなり、Twitter や LINE などからも消滅、消失。その後なんとか本人と話し合いの場を持つことまでできたのですが、本人より他にもやりたいことがあるとの、理由で活動自体の意思をつけられましたと。うわぁ、そんなあれなの、実力行使しないとやめられないくらいなんだな。武田鉄矢さんがね、今年なんか、機械に歌を採点されるみたいなので、すごいなんか、武田鉄矢さん持ち歌歌ったんだけど、なんか低い点が出ちゃったと。カラオケ機器？うん。で、なんか、結構辛辣ないじりをされた後に、で、武田さんもちろんそれ笑いで返したんだけど、不自然に番組の途中から武田鉄矢さんの姿がなくなってたらしくて、ネットではキエパチ先生で書かれましたね。うまいこと言うなと。いいよね。キエパチうまいよね。CG とか消されないの？いや、わかんないよね。でもね、M1 決勝に出たトム・ブラウンの布川さんも、あれ金八先生に憧れてああいう髪型してるんでしょうしね。わかりませんけど。まあ、背広もそうだしね。だから武田鉄矢はめっちゃったら消せるしね。ダメって言ってましたよね。だから幸せの黄色いハンカチだから、黄色いシャツもそうだよね。あ、そういうことか。布川の黄色いシャツとかね。あとね、トム・ブラウン合体のネタってやってましたけど、武田鉄矢もよくね、人と人が合体させましたよね。人と人は。そんな、なんで保険の先生だったの？人と人が合体して、人と友人になります。いいよね。合体のネタやってましたから。知ってる、コウメ太夫さんが合体のなんかつぶやきみたいにしたんだよ。合体のつぶやき？うん。なんかそんな興奮する話題じゃない。コウメ太夫をなんか5個合体させたらコウメなんとかみたいな。でも今あれだわ。ブックマップから消してた俺。出てこないわ。消すんじゃないよ。なんで消したんだろう。コウメ太夫さんのそのブックマーク。ツイッター見てもらうとみんな。ツイッターにある合体ネタが。そう。いや、すごかったですね、コウメ太夫さんの合体ネタ。だからそう考えるとさ、なんかこう感慨深いよね。なんかエンタの神様で一世を風靡した人が、今度逆に M1 グランプリで出てきた人のさ、なんつうのネタを今度ネタにして、なんつうのアクセス稼いだわけじゃないですか。いや、やらしいかもしれない。なんか時代がさ、なんかなんつうの、俺しかもコウメさんがめちゃくちゃ売れてる時の俺その事務所に行かせてもらったことあるね。だからコウメさんを使ってた人もいるわけでしょ、また今度。使ってた。そう。コウメさんが使う側で、使う側、使われる側で変わってくるでしょ。チキショーね。あれをみんなネタにしてたの、あれは。ありました、ツイッター。コウメ太夫5人集めて合体して、最強のコウメ太夫を作ろうと思ったら、コウメ、ドブ、チンパンジー、ブラックホール、コウメ、合体、ここ、チクショー、どうも、最強のコウメ太夫です。なんでだ、チクショー。3468億人。マジ何が起こった？ブラックホールが入ったのもなんですかね。あと、コウメ太夫さん割とチンパンジーを鉄板フレーズだと思ってる人がいるわけね。なんか困ったらチンパンジーっていうね。なんか考え深いですね。わざわざそれを待ち時間なかったね。でも武田鉄矢も言ったかもしれないしね。チキショーって言ったかもしれないしね。先に全部先に武田鉄矢が言ってる。言ってたでしょ。言ってるかな。あれで武田鉄矢シューのやつ。シューの時にチキショー。丸山シューっていうね、平成ジャンプの八乙女君がシューっていう。あれでチキショーって言ってた。あれのネタやろうとしたの覚えてる？昔ネタ合わせで、なんかやたら料理の鉄人のシェフいじりたいっつって、で武田鉄矢、なんかよくないけど武田鉄矢と掛け合わせて、シェフーがシューじゃなくてシェフーっていう。それしかもデロニアンですから。覚えてないな。あれ。いや絶対嘘だよ、俺じゃないよ。お前だよ、絶対俺だよ。シェフがそういうやつ俺のせいにしようとしてるもん。いや俺そんな考えてない。デロニアンは割とお前だよ。俺もって難しい。俺自己主張ないのと。いや、言ったわ。言ってないわ。いや、本当に。ない。懐かしいね。もしかしたら明日我々単独ライブはなんとあるんで、シェフも見れるかも、見れないかも、分かんないですよ。入るとこねえの。当日までやることがね、決めてませんから。嘘つけ。メープル超合金で言っちゃうやつよ。メープル超合金とかな。あ、ほんと？ネタ決めてない。昔でも楽屋でね、楽屋でさ、ネタ合わせしててさ、メープル超合金さ、で小声でノート見ながらさ、カウトがさ、はい、ジークジオン、なんとかだとかって言ってたけど、ジークジオンからネタ合わせするんだって、やんなくてよくないって言ったら、なんか俺のいじり方が雑だったのが、2人無言で違う場所に移動してネタ合わせして嫌われてるんだけどね。ちゃんと嫌われてるんだよね。大変だったからね。ということでね、明日もそっか配信するか。単独の前に撮って。ああ、そっか。ね。しようかね。と思います。めんどくさいですね。はっきり言うな。何か言われてやってんのかこれ。めんどくさいですね。自分たちやってんだろう。ねえ。でもそうだ、昨日だってダースリーダーさんのライブ出させてもらって、やっぱライブ舞台上でそれをやっぱメインで言ってるから、毎日2人で10分やってるから。日本を知りたきゃ2人を見ろ。でもね、かなちゃんの今日で最終回ってよ。何これ？配信。そうだね。だからお前いつ終わるかわかんないからありがたく聞いとけよお前。っていう話です。ということでまた明日。お聞きください。お願いします。